どうもこんにちは、シャンクです。土曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、こちらですね、今日発表された2200万人突破キャンペーンというものを、初心者様の、観点から見てどうやっていけばいいのか、この期間どうすればいいのかっていうところをお話ししていこうと思います。でこちらですね、注意点としましては、一応ゼノディアボロスが終わってからの実施になります。1日1回レジェンドガチャ無料キャンペーン、こちらは日曜日の5時からになるんですけども、あとログインキャンペーンも、5時からになるんですが、その他ですね、1.5倍、経験値 1.5 倍であるとか、半額期間であるとかっていうのは14日日曜日の17時からになります。でゼノディアボロスが16時59分までなので、ゼノディアボロスと撃滅戦が終わってからの話になります。でこちらですね、1日1回レジェンドガチャ無料キャンペーンが多分10連ではなく1連、単発が無料、1回無料ですよっていうキャンペーンなので、結構ね引くのを忘れがちなんですけど、この期間であればグランデフェスなどにはかかってくると思うので、必ず忘れずに引くようにしましょうね。ムーンとか出たら美味しいですからね。これは必ず忘れずに引くようにしましょう。あと220万人突破キャンペーンで、報酬席を200個毎日プレゼントしますよっていうことなので、これも一応毎日必ずログインをして、ログインボーナスをもらうようにしましょう。これで多分2400だから2600報酬席ぐらいは貯まると思うので、これを忘れずにログインするようにしましょう。であと RPEXP が 1.5 倍ということで、ランクの低い方とかはですね、この機会がランク上げの好機となりますので頑張っていきましょう。でそれと合わせてですね、 APBP 1/2 キャンペーンということで、これがですね、ちょっとここに出てる感じなんですけど、一番上のグリフォン討伐戦から、こちらですね、セレスト討伐戦ハード、要は島ハードと言われるものまでですね。これに関してはですね、AP が0で回れるんで、回数上限までは回りたい放題です。で、これは自分が初心者の頃もやってたんですけども、これを結構時間がかかってしんどいんですけど、毎日やりましょう。頑張りましょう、毎日。本当にね、これはちょっとね、自分も本当に毎日、初心者の頃は、この期間はやってました。で、結構ね、口実しますけど、雫効果っていうのもあるので、結構バカにならないぐらいの経験値がもらえて、ランクアップもやりやすいので、ランクが低い方っていうことに関してはですね、こちらの方忘れずに毎日頑張りましょう。本当にバカにならないぐらい、美味しいものになります。でちょっと先に雫効果の方を紹介しましょうかね。こちらですね、よろずやしサポート効果アップキャンペーンということで、雫の効果が2倍になりますということは、今まで雫使って経験値を稼いでいたものが、雫効果が2倍になるし、経験値も 1.5 倍キャンペーンもあるので、かなりの経験値がもらえるようになります。なので、経験値稼ぎやランクアップを目指す方っていうものは、そういうところを回るときは必ず雫効果を使うようにしましょう。で、下からいきますかね。で、武勲の輝き、栄誉の輝き、獲得量増加キャンペーン。こちらはですね、獲得量が 1.2 倍になって、
上限が2倍になるということで、でこちらの方はですね月曜日の5時からになりますので、ここをお間違いないようによろしくお願いします。なので、まあ、日曜頑張ってわーって回らなきゃっていうわけでもないので、5時からすみません月曜日の5時からということなので、来週頑張っていきましょう。であとトリガーが2倍になるキャンペーンですね、こちらはですねエクストラ2分の1キャンペーンというものがありまして、この時期にエンジェルヘイローを回してトリガーを集めて、こちらのフラムグラスなどを2分の1、通常は50個よりトリガーを25個で自発できるので、こちらもですねなるべくエンジェルヘイローで回ってトリガーを集めて、ほんで自分がやりたいマルチなどを自発していくといいと思います。でそれに合わせてですねなるべくちょっと多めにエンジェルヘイローを回って、今のうちにこのキャンペーンがあるうちにトリガーを集めて蓄えておくっていうことをおすすめします。結構ね毎日2回自発してたりしたらトリガーだけで100個飛んだりするので、1回50個なの でそれが半分で済むということは25個25個で50個で済むということになるので、結構お得です。貯めやすい時期になりますん であとはですね、エクストラクエスト土日に関してなんですけども、金銀火薬スライムっていうものが、非常に美味しいクエストになりますので、経験値 1.5 倍、しかも雫効果も2倍で、土日であれば、でかいスライムも出やすいということで、ランク上げもしくは経験キャラ育成に関しては結構金銀スライム熱いので、この時期にやっておくといいかもしれません。ただ注意するべきは日曜日の17時から、14日日曜日の17時からなので17時以降に回るようにしましょう。であとですね、まあこれもちょっと地味な話なんですけども、 APBP が2分の1ということで、まあ島ハードまでは毎日回るとしてですね、通常マルチ救援に入るのに、例えば3個 BP が必要だったり5個必要だったりっていうものが全部2個になるんですね。なので例えば、バハムート回りたいとか思ってたけどちょっとな BP が5いるしなとかっていう時方もいると思うんですけども、これが今チャンスなので、今のうちに救援に入っておくことをお勧めします。特にですね、まあ上級者になるにつれて青空の決勝でしたがね、すいません、これですね青空の決勝、これが結構枯渇気味になってくるので、今のうちですね本当に、BP が2位で救援に入れるうちに、こちら降臨朝廷の翼、要はグランデですね、こちらの救援を頑張ることをお勧めします。こちらの救援で青空の決勝落ちますので、でまた羽を集めれば、銀天、まあ、角に交換して角を銀天に交換ということもできますので、ショップの方で。なので、今のうちにこのキャンペーンのうちに回っていくのを、まあ、おすすめします。特にですねやっぱ半額、また経験値 1.5 倍で、そういう時っていうのは、まあ、ランクアップの後期でありますので、そういうところを注意して、やられてみてはいかがでしょうか。今回はちょっと初心者さん向けの目線で、説明をしてみました。至らぬところもあったと思いますけれども、これが皆様のお力になれれば幸いかと思います。またですね、もしよろしければですけれども、まあ、チャンネル登録もしくはツイッターのフォローと、よろしくお願いいたします。
シャンクでした。それでは皆さん、この期間頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。